はいどうもこんにちは、おもちゃんねるです。さあ今回はね、はい、こちら見ていきたいと思います。仮面ライダー01のプログライズキーシリーズ、今回はデラックスフレーミングタイガープログライズキーです。さあそれではね、パッと見ていきましょう。まずね、パッケージね、正面はこんな感じですね。大きくね、プログライズキーの写真が載ってて、こちらには仮面ライダー01フレーミングタイガーの写真があります。さあフレーミングタイガーどんな活躍してくれるんでしょうか。今から非常に楽しみです。で、箱の側面はざっとこんな感じになってて、箱の背面、はい、こちらおなじみですね。3つの遊び方がこんな感じで載ってます。さあそれではね、中から出して早速遊んでいきましょう。はい、登場しました、フレーミングタイガープログライズキー。まあ形は毎度おなじみの形ですね。まず正面のデザインこんな感じです。今回はフレーミングタイガーということで、こちらは虎をねイメージしたものになってますね。で、開けてみると中のデザインはこんな感じですね。はい、こちらはねロボット化した虎のねデザインが書いてあります。で、パーツ構成は表の成形色はいつもながらクリアブラックのパーツになってて、ここは赤色で、背面も同じように赤色の成形色ですね。結構明るめの赤色です。で、今お見せした通り開閉ギミックはこちらも毎度おなじみと。さあではサウンド聞いていきましょう。まずは単体音声、こちら2音になってます。1音目がファイヤー、ファイヤー、発音いいですね。で、2つ目がタイガーズアビリティ、タイガーズアビリティ、もう1回言っておきましょう。で、発光の感じで閉じた状態だと、タイガーズアビリティ。で、開けると、ファイヤー。はい、こんな感じですね。白色の LED ですね。で、続いて、ゼロワンドライバーで変身音声。ゼロワンドライバー、ファイヤー。オーソライズ。ストロークライズ。いいね、かっこいいね。もう一回鳴らしていきましょう。ファイヤー、オーソライズ、ストロークライズ、ギガントフレアー、フレーミングタイガー、エクスプロシブパワーオフ100バウンズ。続いて必殺技、もう一回。ブレイディングインパクト。ピッチライズ。ハイスライズ。キロライズ。メガライズ。ビガライズ。テラライズ。かっこよかったですね。はい、ということで今回は仮面ライダー01よりプログライズキーシリーズのデラックスフレーミングタイガープログライズキー、こちらをね見ていきました。実際のね本編ではどんな感じで活躍してくれるんですかね。非常に楽しみです。僕もねこのプログライズキーを持ちながらね作品をね楽しみたいと思います。ではまた他の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら、バイバイ。